おはようございます。アンバーの夜帰っていきましょう。今日は曇りだけど、まあ雨は降らない。いい天気で終われるかな。それならはしっかり放牧もやっておきましょう。今回のアンバーは作物がじっくりとね、しっかりと出来上がってくれるのをのんびり待つ。そんな1ヶ月になるでしょうから。まあよほどイベントが起こらない限りはパパッと進んでいくかな。サツキは無事妊娠したそうです。でも牛と違って貫入期じゃなくて、毛刈りはいつでもできそうだから、これ枯れるんかな？サクサク。おお！これ、サツキで2つ取れたということは、やっぱり女神のバリカンの効果は、あれだね。1頭から複数、毛刈りが完遂できるっていうことで、間違いなさそうですね。それでは今回はここまでにしよっかな。明日収穫祭だしな。ちょっと、ここで一旦休憩をしておきたいところですね。はい、それでは、僕じゃ物語、ウェルカムワンダフルライフの続きやっていきましょう。おやすみ。まだまだ作物を育てていく、のんびりな日々が続いていきます。ですが本日は収穫祭、見てみてに集合、腕中止。今回は、あれですね、SS の何かを持っていきたいので、これ持ってこっかな。バター SS。スープ系の食べ物にバターを溶かすってなんか、すごいこってりとした、まろやかな味わいになりそうだよね。バーンさんも、大喜びすることを間違いなしと、思いますので、それの方向性でいってみましょう。お、そして、エクスプローズン！ほっぺたが赤みを帯びてきています。そろそろ隔離した方が良さそうです。基準はほっぺたなんだな。お乳じゃないんだな。牛が入れるサイズの隔離小屋だから、あれだな。槍が入るとちょっと、広くなってしまうな。ヤリにも貫入器あるのかなと大雑把に思っていましたが、やっぱりあるみたいですね。お出かけお出かけ。一個試しておきたいことがあるんですが、ここか？お！切り替わってる？ちゃんと改善されてるっぽいな。いや、ちょうどアップデートが入ったというのを発見して、公式サイトでどんな不具合が修正されたんだろうなっていうのを確認していたら、あの坂道を途中で突然カメラがガクッと切り替わるっていうね、やつが不具合だったらしく、治っているらしいというのを見ていたんですが、本当に治っている。すごいな。まあなんかそういうもんだろうなっていう、まあこういうこともあるよね、みたいな、ゆるーく受け入れていたつもりだったんですが、やはりちょっと耐え難いという人もいたんかな。カメラが急にガクッと変わるのが、本当に鬱陶しいですって。まあ直せるもんはな、直せた方がいいよなっていうのはあるから。修正してくれたのはありがたいね。よし、時間もちょうどいいので、このまま見てみてに行って、イベント見ましょうかね。ナオミさん、ナミさんが出かけていくタイミングで、イベント確認。ところでなんだけど、バターって入れられるよね。ベッサさんから話は聞いてるやろか。ベッサさんから話を聞いていなくても参加しに来たんだよ。大地へ感謝し、来年の豊かな実りを祈りながら、みんなで美味しい大鍋を囲もうってことなんや。OK。牧場で採れた食材を持ってきてもらえると助かるんよ。よし。では行きましょう。これでバターは加工品だから、採れたものとは違うよねって言われたら、どうしようね。行けました。あれ？ちなみにこれ、カレーは入れられ？渡すことはできるけど、何持ってきてくれてんのあんた。こんな、入れられるわけないやろみたいな感じで断られるってことかな。その理屈で言うとバターもダメって言われる可能性はなくはないが。あら、これは。どうでしたろ？おう。もう持ってきてくれたんやね。これで美味しい大鍋ができそうやば。めっちゃ喜んでいる。これは、十分認められているかな？レギュレーション違反ではないかい？加工品はちょっとね、みたいな。危惧していたんですが、大丈夫そうですね。まあ、ということは、SS 品質のアイテムを渡すことができたということで、バーンさんも大喜びでしょう。ちょっとね、またバーンさんのダイエットが失敗に終わってしまうような、高カロリーのものを持ってきてしまった感はありますが、バーンさんに、ね、幸せになってもらうために用意したんで。このお鍋はベッサさんの農場で採れたお野菜を使ってますね。ベッサさんはそれぞれの季節で、安定的に、なんか無難にしっかりと、定番の野菜、果物を
育てているからね。我々の食卓には欠かせない存在ですよね。こんな好き勝手、適当な珍しい果物を作っては、高く売れるぞって言って街に売りさばいている俺とは違ってな。匂いがしてきたな。このバターの効果でどれぐらい味が変化しているのかとか気になるところ。その辺を判断してくれるのはバーンさんでしょう。いただきましょう。何気に三日月もちゃんと来てるんだよね。とちょっと後ろの方なのは、やはりあれか？若干遠慮気味というか、本当は私参加したくなかったんだけど、みたいな気持ちが若干あるかもしれない。まだ反抗期的なあれがね。でも反抗期ってことは意外とあれなのかな？なんか、イメージ的にはもう18歳ぐらいのイメージだったんだけど、まだ14歳ぐらいだったりするんかな？今年の鍋も美味しいですね。芋さんの食材もいい味を出していますよ。いろんな国の鍋を食べ比べてますからな。そう言われて嬉しいわ。いろんな国でいろいろな食べ物を食べてきたルーさんたちが調整した味だからな。そういった意味でも味は保証されているんじゃないのかい？さあ今年の収穫祭もおしまいだよ。来年も祝えることを願おうじゃないか。来年も美味しい鍋ができるとええな。収穫を祝うっていうのは、まあその一番の当事者、生産者からしたら大事なことで、そう考えると、ね、関係者って言ったら、ベッサさんの農場とうちぐらいなもんだと思ってたんだけど、ちゃんとね、今年もよく取れてよかったですねって、周りの人たちもね、お祝いに駆けつけてくれるっていうのは、いい環境ですね。そうでしょう、ガリさん。美味しいもんが食べたくなってくるのを、山菜ご飯とかお刺身とか。ガリさんの離れ、あれだよね、キッチンなくなったよね。前住んでたところでは、キッチンあったと思うんだけど、今何食べてんだろうな。魚釣って焼いて食べてんのかな。まあちょっと誰かが心配して、お料理を持ってきてくれるとかはあるかもしれないけど。ふけさり。高倉さんが、めちゃくちゃ、画面にフェードインしている。あまりにも距離が近すぎて若干透けているというのもポイントが高かったな。さあ、ところで、お昼を過ぎたので、メロンが完成しているようだな。やったぜ。買い取りのターン。うまい！ 81 個のメロンが同時に体に吸い込まれていく様は、まさに圧巻と言わざるを得ない。ギバーン。次のなんか植えたいな。何しような。メロンの種は今すぐには厳しいよな。で、チンナスも今から植えるのはさすがに間に合わないしな。やや長めじゃないんだよな。長めなんだよな。絶対間に合わないわ、このタイミング。そうだな。短めって言ってるし、カブくんだったら間に合うでしょ。カブはペッパーからだから、うん、アンバーも育てられるもんね。この短い時間で、しっかりと育成が完了するのは、おそらくカブしかいないでしょう。カブに全てを任せるよ。これでいこう。まあ、とはいえ、あんまりたくさん植えるつもりはないので、今回すぐに用意できた手持ちの株だけを植えていくというスタイルで、やらせていただきたいと思います。ショブルが元気に育っている。まあ、まだ大丈夫かな。高倉さん、うちの畑いいでしょ？収穫祭の料理はたくさん食べたか？俺はバーンさんの食べっぷりを見ているだけ。これは前も聞いたけど、いっぱい食べたかっていう心配をしている感じが明らかに子供を見る目だよな。芋畑牧場のおじいさん枠だからな。ん？あれ？アヒルちゃんこんなに、鳴き声でかかったっけ？びっくりしたわ。声、低くない？アヒルの声ももしかしてアップデートで変わってる？こちゃー。なんかちょっと病気になったんかなって、心配になるぐらい声低かったから、何事かと思ったわ。そして、おう。ヤリちゃん。ほっぺた赤いね。カメラを見るよ。あら、かわいい。こんな感じになっていると。三日月。何か変化はあるかい？収穫祭の料理？まあ、美味しかったよ。うん。まあ、美味しいものに対して、美味しくなかったよって、そういう突っ跳ね方をするタイプの、あれ、反抗期ではないってことだな。その辺は素直というか、誰かを傷つけるような否定の仕方はしないという感じがしていいですね。
収穫祭楽しかったねのところで、そろそろ寝ましょうかと思ったんだけど、もしかしたら三日月の日記に変化があるんじゃないかという気がしたんで見ておく。ダメでした。特に変化はない。収穫祭のことをちょっとワンチャンね、気にしないかなとかって思いましたが、そういうのはないと。ん？図鑑。12、え？ああ、そっか、図鑑ってそういう意味の図鑑か。植物図鑑をもらってたから、ここで調べたら植物図鑑見られるようになってるのかと思ったわ。違うか、全体の図鑑なんだな。ノーマル棒。いろいろな動物のリストがあるね。まあ、これはオスヤリと小ヤリぐらいかな。オスヤリ、小ヤリ、小羊、オススターも、とかかな。てか、ノーマルも、じゃなかった。この動物それぞれ、子供状態も図鑑に反映されるんだね。とか、いろいろ気になるところ。とか、これ、初めて入手した日とか出るんだな。これをなるべく最短で入手していこうみたいな遊びも流行るかもしれませんね。流行るのか？珍種。珍種まだ全然埋まってないな、こうやって見ると。ほんの一部しか手に入れてないという感じだね。あ、これ品質によってメッセージ違うのを確認できるんだ。甘くてコクのある実、近づくと鈴のような音が鳴ります。おーん。徹底してるね。お料理。失敗作わからないもの。この辺ちゃんと網羅してるんだよね。適当に作っていたら達成できちゃっていたんだな。この辺の図鑑コンプリートするとかも楽しそうですよね。まあ多分やらないと思いますが、いずれはやるかもしれないという気持ちだけを持って寝ましょう。おやすみ。おはようございます。アンバー飲み会やっていきましょう。さあ、特に何もない日。あとは作物の出来上がりを待ったり、動物のお世話を頑張ってやったりと、のどかな日常を楽しんでいく日々になっていくかな。今日も釣りをやったり、発掘場に顔を出したりとかって感じかな。そしてお使い。上質なミルク。アスリートにはタンパク質が大事なんだ。上質なミルクがあったらいいんだけど、誰かは来てくれないかな。S 以上。要求がなかなか高いな。ここまで来るとあれだな、報酬より、この欲しいものを用意する方が大変になってくるから、まあ人によってはスルーするのもありかなっていう感じになってくるのかな。うまいソプラノ。なんか歌がうまい人みたいな感じのタイトルになってるけど、釣りに行ったらよく出くわすはずだ。そうだね、もうびっくりするぐらいよく見かけるよ。あ、やっと意味が分かったぞ。そうか。ソプラノってどういうことなんだろうなってずっと思ってたけど。そういうことか。バスか。この歌のバスと、かけてんだな、ソプラノって。今気づいたよ。俺も用意しておくから、ソプラノが釣れた時は分けてもらいたい。そうだよな、なんか見た目がなんかすごいバスっぽいなと、今思ったもんな。もっと早く気づけよという話だったんですが。オッケー。まあ、バスに関してはすぐ用意できるんで。後で渡しに行きましょう。ミルクの S も今手持ちにあるから、渡しに行くのは簡単かな。ミルクの S は？あ、スワリーさんか。おっと、戻ってきた。このタイミングであげるべきだね。何か用かい？上質なミルクを見たんだよ。町へ行ったら結構な高値で取引されてたりするのかな、こういうミルクは。これは僕からのお礼だよ。感謝の種 A。またよろしく。まあ実際 A 品質の種とかからスタートするのは、必要な肥料の数が少なめで、そこから S に上がってくれるから、いいことばっかりではあるんだけどね。ただまあどうせ S に上げるまで肥料待ちというか肥料待ち器を使い続けるんだったら、B から始めても A からやっても、そんなに大差ねえな、みたいな気持ちもあるのは事実。めえ。ところで、気になってたんだけど、スターミルク。あれ？いつもにスターミルク S になってたんだ。全然気にしなかったんだけど、もう結構な数 S になってるんだけど。A から変わってもう随分経つんだな。なんか全然、
あの銀色の A のやつが取れねえなと思ってたし、なんだったら、今まさに、サーモンから取れたのが、あれ A じゃ、A じゃねえんだなって、思ったから気づいたんですけど、いつからこうなってたんだ。スターミルクの S って結構高く売れるんじゃない？ちょっと今日はそれを確認して終わろうかな。出荷箱、確認の時間だよ。ノーマル S が150、ブラウン S が270、まあブル同じく。で、スターミルクの A が400。こうやって見ると高いよな。で、S になると、500。1個で500。SS の加工品が400、ほにゃららで、500弱だったかな？ぐらいと考えると、スター S が安定して取れるというのはなかなかいいなという感じがする。でも、ヤギミルクは B でこれなんだよな。まあ、1日1回しか絞れないからなというのもあるんだけど、それにしても高いね。ヤギ S とかになったら、ヤギ S の、違うな、ヤギ SS の加工品とかになったら相当になりそうですね。あ、でもヤギはあれ、なんか SS の加工品なさそうだよな。図鑑を見た感じ。だからあんまり気にしなくてもいいのかな？という感じでしたね。さあ、加工品に回したことによって、一気に出荷額が跳ね上がっていく。素晴らしいね。4万7000ですよ。どうしよっかな、これだけの金額になるんだったら、バーンさんに買い取ってもらいたいなとかっていう気持ちもまた出てくるんだけど。いや、まあそれをやって、ねえ、時間をかけすぎた。っていうことでね、なんかお金の溜まりが悪くなっていったっていうのも一時期あったんで、今回はこのままでいこうかな。てかもうだいぶ、毎日出荷するのが当たり前になってきたからな。なんか出荷しない方が落ち着かないというか。なんで俺は出荷をしていないんだと、ちょっとそわそわするようになってきたんで、これでいきましょう。はい。牧場物語にウェルカムワンダフルライフ、続きやっていきましょう。三日月。おやすみ。おはようございます。ハンバーの7日です。雨か。医療235変化ないということは、もうこれ S いってるか。シュボル早かったな、結構。お、ドーナンの実がなっている。いや、色な、早いな。株もこれだったらアンバー中に出来上がってくれそうな予感あるな。いいぞ、順調だぞ。これでよしかな。今日も一日釣り三昧な日でしたね。イベントは特に起こらずか。よし、じゃあ寝ましょう。おやすみ。おはようございます。アンバーの8日やっていきましょう。さあ、バーンさん来訪。仲良し度は今日で完全回復するでしょうし。またね、お買い物もできるかな。ん？なんか珍しく上の方に集まってんな、みんな。こんな日もあるんだね。お、どうなん出来上がってる？さすがの速度だな。今日は忘れずバーンさんにお魚を買い取ってもらいたいというふうに思っているので。めっちゃ溜まってんな、こうやって見ると。この大量のお魚を手持ちに入れて、買い取ってもらうぞという意思を強くアピールしておこう。すごい虹です。こんなもんかな？ルーさん。もう帰りまっか。また来年の収穫祭に向けてさらに腕の、ん？料理の腕磨かんとな。どんなこと？お、グラットさん。仲良くなろうぜ。景色を見ていると、ほんまかい？卵。いただけるんですよ。そうだ。グラートさんが、秋内に参加してくれる、貴重なタイミング。ここを逃す手はないね。卵と、バナナと、青いカレー？他は何だろう？魚も一応は、気に入ってくれるかな？チビートラップ。よし、これで行ってみよう。グラートさん？グラートさん？足早すぎる。お、やってきた。グラートさんにお買い物してもらえるときはなかなかないからな。ちょっと待ってね。フライ君？フライ君？俺すごいところで、フライ止めちゃったかもしれない。危ねえ。お、チビートラップが気に入った。いいね。グラートさんとはね、まだまだ仲良くなりたいからね。本当だったら 20% オフにしたいという気持ちを抑えて、この値段で売っています。
チビートラップ。卵じゃなかったな。買い物するときは魚結構買ってくれるんだな。ちょっと見てるだけ。さあ、しかしプレゼントも渡したし、お買い物もしてくれましたし、値引きもしたし、これで一気に距離がぐーっと縮まったんじゃないかな。おお。まあ、実際ちょっと縮んではいるな。バーンさんが恨みしそうにこちらを見ている。あー、収穫祭の話ちょっと飛ばしちゃった。やってしまった。プレゼントを渡すことに夢中になっていた。でもまあまあ反応良かったんじゃないかな。一時停止でまた見とこう。カーターさんが海辺にいるタイミングでちょっと会話したいかな。また今度でいいんですが。あー、リックいっぱいになっちゃってる。残念。ん？これまさか。リックがいっぱいで。リックがいっぱいだから。本当は君にレコード渡したかったんだけど、こんな状態じゃ渡せないねっていうパターンもあり得る。ちょっとバーンさんに早急にお買い物して引き取ってもらわないといけないな。ロマーナさん。バーンさんの店の回転の方が早かったわ。ローマンナさん。ケイトさんが私を取材していますのよ。私をモデルにして本を書くんですって。どんな本かしらね。きっと悲劇のヒロインですわ。なぜか悲劇のヒロインに憧れているロマンナさん。バーンさん。ではお買い物しようか。どんなご用で。増えてないの。何も増えていない。トリックブルーしかないしな。ハッピーランプとか身を削って売ったはいいんだけど、その辺もラインナップ増えてないね。ぬん。仕方がない。ばあさん、これを見ても、俺の釣りの腕前はまだまだだと言えるのかな。すごい字ですとか結構高いな。すごい山だ、すげえ。この値段は素晴らしい値段になるんじゃないのか ?3200。うん。ぼちぼち。ここでしか売れないから、多少安くても、シャーなしという感じでガンガン売っちゃおう。1700。一旦やめて、もう一回話してみる？ダメか。この大量の魚の売却に対して、バーンさんは何も思わないらしい。いや、まだ足りないかな。あるいは今回ので条件を満たしたから、次回の来訪のタイミングで。そういえば、今さんは前回、たくさんの魚を売ってくれたな。ということは魚をいっぱい釣るんだろうな。よく見たら、ポケットからはみ出していた銀の釣り竿もなんだか年季が入っていたし、これはそろそろ金の釣り竿を今さんに売ってもいい頃かもしれないなってもしかしたら思ってくれるかもしれないよね。ちょっとその説にかけてもうちょい売ってくるか。実際料理に使うんだったらサイズの小さいやつとか、そんなにね、あれ、価値が高いやつは使う必要ないので、そういうやつらは売った方がお得になるというふうに見て、ガンガン売っちゃいましょう。でかいサイズのやつほど、お料理に使った時、出来上がる料理の個数に影響があるとかだったら、それだったら残しておく価値も、全然あると思うんですがね。4100。お魚売るだけで、4000とか3000とか、ガンガン出てるあたり、ねえ、いい価値のものをちゃんと残しておけたんだなとは思うんだけど。どうだいバーンさん、今日だけでめちゃくちゃ売ってないかい？でもラインナップは増えないんだよな。せっかくだからなんか一個ぐらい買っておきたいかな。ぬいぐるみは無理でしょ。花瓶はちょっとどうかな。花瓶を買うには早くないか？てかせっかくの花瓶だから、なんかね、それこそお花飾れたりするようになったら嬉しいんだけど、そこまではないかな。買うなら何がいい？ラブクマ？チェックスタイル。ああ、あえてちょっと色味の少ないインディゴにこれ着るとかもありかな。半袖だけど。お目が高い。マジで大流行のこのファッション。買います。自宅のうちスウェット送っていく。あとは春の息吹かな。今のうちに買っとくか。考えたことなかったけど、これ春の息吹買った後に別のレコードが追加されるっていう説。あると思います、私。あら、高い。高いけど買っちゃう。
ここで買っておくことによって、次回バーンさんがやってきた時に、そういえば今さんはレコード結構高い値段だけど買ってくれる人だったな。よし、それじゃあ新しいレコードを用意してあげようみたいなことをしてくれるかもしれないよね。ないと思いますけど。さあ、本日やっておきたいことがあとあるとすれば、バーンさんじゃなくてカーターさんかな。カーターさん、海の近くに行くと上機嫌になったりね、会話の内容が少し変化するんですが、そのタイミングでレコードをもらえるというのがリメイク前にはあったんだよね。で、もうすでになんかその手の話題でお話しして、アイテムもらってたんだったっけ？まだリメイク後の今作ではもらってないような気がするんで。ちょっとカーターさんのね、海に行って上機嫌モードに会話をしてみようか。仲良しが上がってからその上機嫌モードっていうのはまだ話してないはずだからね。さあカーターさん、どうだい？海だよ。気分がいいだろう？こんにちは。今日も気分がいい。あれ？まだ海モードじゃないな。カーターさん、海に近づいて、なんというか海パン一丁になって、海モードだってわかるようになってくんねえかな。いや、君。お、出た。以前ここでレコードを拾ったんだが、残念ながら私のテントにはレコードプレイヤーがないから聞けないんだ。だから君にあげよう。仕事の息抜きにでも聞いてくれたまえ。やっぱもらえるね。ありがとう。レコードなんてな、物によってはバーンさんが10万で売ったりするぐらいの代物なのに、ポンとくれるあたり。バーンさんじゃなかった？カーターさんは心が広いね。海に、そうか。海に来て心穏やか。このおおらかな気持ちになったからこそ、レコードって結構高価なものだよなという気持ちが薄れて、そうだ、これだったらありちゃってもいいかなみたいな感じなのかもしれない。するする。実に気持ちがいい。だってそうじゃなかったらな、この白頭上の周りで、お話をしている最中でもね、そういえばレコード拾ったんだけど、いる？みたいな話になってもおかしくないと思うんだ。そうじゃないということは、発掘の時は発掘のことしか考えていないし、なんだろうね、アイテムを、拾ったアイテムをタダであげるという、発想に至らないほど、ちょっと視野が狭まっているのかもしれない。それが海の開放感と、そういえば海の近くで拾ったなという、情報も相まって、このような態度になると。真夏の開拓、開拓なんだ。野生の羊を見つけたんと書いてあります。ん？野生の羊を見つけたんってことは、これ、あれか、コロポンか。オリーブタウンの曲か。あーってことは、あれか、オリーブタウン夏の音楽か。これはなんか、久しぶりに聞きがいがあるな。牧場はここからスタートしたのであれば多分初代だと思うんだけど。でもまあ当然リメイク前はオリーブタウンの曲なんてなかったから、ここ差し掛かってんのか。じゃあ前あったやつはなくなっちゃったんかな。といったところで今回はここまでしておきましょうかね。さあ、釣り竿の経験値。まだ足りていないらしい。まだ足りていないらしい。銀の釣り竿だよね。もうすでに金になってるとかじゃないよな。と思うぐらいにこんなに経験値って溜まりにくいんだなということを実感する日々。でもまあ、もしかしたらあれだな。戯れの章ではもらえないという可能性もあるか。釣りの章になったら意外とポロッとね。金の釣り竿売りに出されるとかもあるかもしれませんので、のんびりと待っていきましょうかね。なおかつ、これからも継続して釣り竿は、しっかりと垂らしていきたいところかな。はい、そんなところでしょうかね。では今回はここまでとなります。ありがとうございました。